まあ気にするか、自分が風邪をひいたせいでボーカルがいなくなるんだから本人が一番気にするよな、こういうの。その辛さと悔しさが痛みを伴って俺に伝わってくる。厄介なところで能力発動してんな。3分の2瀕死状態になるのやめてくれよ。この分だと下手すれば大きな傷になりかねない。あ、心のかけらゲットチャンスだと思えばいいんじゃない。ねねの願いに一歩近づくじゃん。そしたらまあ若菜のトラウマは一生消えないだろうけど、とにかく演奏をやる。二人は準備をしててくれ。それが終わったら普通にパーティーを楽しんでくれればいいから。いや楽しめねえよ。男のアキラはトーコのコスプレ姿でも一目見ればテンションバカ上がるだろうけど、女の子の若菜が女の子のコスプレ姿見たところでテンション上がるわけないし、一生引きずるって。お前はどうするんだよ。ボーカルを探してみる。え、歌うまそうなやついなかったけどな、今までサノバビッチ実況してきて。まあ声綺麗な人はいっぱいいるんだけどね。探すってお前。別にオリジナル曲をやろうってわけじゃない。知ってる人もいるだろう。合わせをしてる時間はないからぶっつけ本番出たとこ勝負になるだろうけど。他に方法はないか。まあそれでも俺らが歌うよりはマシだろうな。でも女性曲を男性が歌うって結構俺個人としては好きなシチュエーションだけどね。まあミックスボイス出せるかどうかっていうのが前提条件になっちゃうけど、カリアもそれでいいか。それでいいというよりもそれがいい。私も手伝う。もうお前喋るな。なんか主人公より体調悪いやつ現れ出すのバランスおかしくなるじゃん。はいはい、落ち着いて。さらに喉を痛めちゃうからね。いやもう、さらに喉痛めたところで、こいつ歌わねえからいいよ。とことん痛めつけて、ちょっと罪悪感を解消させた方がいいんじゃないか。とにかく、ボーカル探しは俺に任せておいてくれ。心当たりはあるのか？いや、ないよな。修士にそんなのあるわけないよな。悪い、変なこと聞いて。相手の返答を待たずして諦めんのやめてくんな。お前、ヒリア陰キャ童貞ぼっちだから、コミュニティ狭いよなって煽ってくんじゃねえよ。せめて俺の答えを待てよ。いや、待ったところで、結果は変わらないんだけどさ。なんで不安にさせるようなこと言ってくれる。どうするの？とりあえず、おかけのみんなに話をしてみる。まあ、とりあえずっていうか、お前のお話できる相手って、おかけのみんなしかいないもんな。そこダメだったらもう手のつけようないで。うまくいけば誰か力を貸してくれるだろう。ってことで力を貸してくれないかな。めぐるは大勢の人の前で歌うだなんてとてもとても。もう一人称出てるぞ。もうお前の緊張感バシバシ伝わってくるわ。私も歌はちょっと。おいお前、唯一コスプレしてねえんだから働けよ。紬の歌声絶対聞きたいんだけど。ダメ？あ、なんかちょっと圧が。お前コスプレもしないのに何もしないのっていう。ダメ。怖すぎる。無理無理。星野くんの力になりたいとは思ってるけど、私音痴だから逆に迷惑をかけると思うから。いや、この際クオリティ求めてるやついないと思うけどね。多分幼稚園のお遊戯会を鑑賞している保護者の気持ちになるよ。みんな学院内のパーティーだから多少音が外れても大丈夫だと思うよ。俺だって練習はしたけどうまくはないし。多少じゃないんだよ。私本当に音痴で人前で歌うだなんて絶対に無理。とてもじゃないけどできない。ごめんなさい。いや、ここまで来ると逆に気になるよ。音痴でもうんちでもどっちでもいいからバンド演奏を手伝ってくれよ。そっか、じゃあ仕方ない。急に話を持ちかけたのはこっちなんだから気にしないで。戸隠先輩はどうですか？私？いや、お前だよ。なんでワンラリー無駄な会話しようとすんだよ。でかひか答えろや、さっさと。先輩なら人前に立つのも慣れてそうですから。確かに舞台で喋ったりするのは慣れてるけど、正直なところその歌知らないんだよね。聞き覚えもなくてごめんね。くっそ、歌唱力とトレンドに乗る力が求められるのか。ボーカリストには歌知ってるけど歌唱力がない紬と、歌知らないけど歌唱力に自信がある投稿、そして使い物にならない巡る。あと残されたのはねねだけか。あの子こそモンハンも知らなかったし曲のトレンドとか疎そうだけどね。そうですか。ならいくら人前に立つことに慣れていても難しいか。シーバさんも実際にどれぐらい音痴なのか無視しても本人があの様子じゃ歌ってもらうのは無理だろう。となるとあいつさん、なお前キョトン顔してんだよ。流れて自分のところに来るって予想できてるはずだろ。私ですかとか不毛な会話のラリーしようとすんなよ。え、あ、はい。なんだこいつ。会話聞いてなかったの？お耳どっか飛んでっちゃった？あいつさんは俺たちが演奏する曲を知ってる？一応は。知ってんのかよ。なんでモンハンは知らないで曲のトレンド知ってんだよ。じゃあ俺たちに力を貸してもらえないかな。私がみんなの前で歌うということですか？いや、そこだよね。結構おかけの部員の中で1、2を争うヒリアキャラだからそこが問題だよな。たとえ歌がどんなに上手くても人前で歌うっていう行為がそもそもネネにとって高いハードルだよね。そう。でも本当に聞き覚えがある程度で、歌詞もうろ覚えですから自信がないと言いますか、うまく歌えないと思います。それに私にはそのあれがありますから、逆に迷惑をかけてしまうんじゃないかと。おい、魔女の代償いいところで使ってんじゃねえよ。なんだかんだうまく付き合ってんじゃねえかてめえ。そうなんだよね、それは分かってはいるんだ。あ、それを加味した上で歌えと。
歌唱途中で喘ぎ声を漏らしても構わんという判断になっての主人公の中で、お前とんだ鬼畜だな。発情のことを考えると現場から逃げ出せない場所に引っ張り出すのは心苦しい。それに人の目を気にして緊張したりすると発情することも多いって前に言ってたからな。となるとやっぱり学生会の人に尋ねてみるしか。それでダメなら、でも今までのらりくらりあの手この手使ってかわそうとしてる素振りあったのに割と乗り気なの。でももしそれでもよければ私が力になります。人格者か自分の羞恥心とかトラウマとかそういうものを無視して人の役に立ちたいだなんて。え、私でよければお手伝いをさせてほしいです。はい、手作りかぼちゃプリンだよ、どうぞ。祭りじゃん思ったよりもクオリティ高いんだけど。ありがとうございます先輩。いや今求めてねえからそのターンはお前トウコ手作りのかぼちゃプリンに舌包み打とうとしてんじゃねえよ。戸隠先輩の手作りか。コシジさんやっぱり吹っ切れてない。いや今する話じゃねえ過去に生産した話じゃないの俺。いやそんなことないって。むしろすっぱりと諦められたからこそこうして普通にしていられるんだよ。普通とはこいつまあまあ来るっての忘れてたわ。とはいえじゃあ意識しないかってなると急には無理ってだけ。いや投稿ルート選びにくどの順番で投稿ルートをやるのかはまだ決めていないけど、どちらにせよこのサノバビッチを完全攻略する上では避けられない障害になるなこいつ。それならいいんだけど。そうそういいんだって。本当に私のことは気にしないで、星名くんもパーティーを楽しみなよ。いやただでさえベース初心者で楽しめなさそうだったのに大問題起きちゃったから、もはや楽しむ気持ちこれっぽっちもないと思うぞ舞台でやるんでしょ、期待してるよ。おやめろお前こいつ実は根に持ってるだろ。なんでみんなしてそうやってプレッシャーをかけてくるかねとにかくよろしくね。笑いながらコシジさんは仕事に戻っていく。まああれだけ笑えてれば問題はないか。多分お前は人の心配ばかしてていいのかもう叩かれる準備万端なドラムセットがステージ上に用意されている今、気持ちを切り替えた方がいいぞ。何の話ですか。いや何でもない。そうですか。にしてもすごい人ですね。結構人気のイベントなんですかね。確かに思ったよりも集まったね。なんかもうちょっと観光通り泣くかなと思いきや割とみんな乗り気でコスプレしまくってるし。そうなのかも。学生主体だから堅苦しいものは極力省かれてるし、コスプレでワイワイ騒げるし、あとは多分あれじゃないかな。あれ、こっちはクッキーだよ。美味しくできたから食べて食べて。ああ、あれですか。まあ大体の予想はつくけど、男女比率で言ったら男9割ぐらいだろうなあんな露出度の高いコスプレ衣装でなんでこいつこんな笑顔でいられんの男たちの汚い視線にさらされてる自覚あるのかな。クッキーとプリンを配る係をしている戸隠先輩、俺も部室で感じたことだが、そのコスプレ姿はまさに圧巻。主にその谷間とか、あ、みんなおっぱい好きやな、童貞の集まりだなやっぱり明らかに谷間よりもおまんこが見えちゃいそうなぐらいの下半身の方が目いっちゃいそうなんだけどそんな落ち込むほど小さくないだろお前若の目の前にして同じこと言えんのか。今の悔しそうな息は聞かなかったことにしよう。戸隠先輩がコスプレをして参加するって情報が流れてたみたいで、男どもが結構集まったらしい。いやどうせコスプレしない男どもでしょそいつら。なんかいまいち盛り上がりに欠けるなやっぱり。それにねね先輩もいますしね。しかもそのねね先輩歌うしねこれはより一層ハロウィンパーティー後の学園生活しばらくの間時の人になってしまうな。でもその割にはちゃんと女子の参加者も多いんですね。そこは俺も意外だった。まあ中間コースも帰ってきたから遊びたい気持ちがあったんじゃないかな。3年は息抜きとか、あと男にアピールしたい女子もいるんじゃないあのこの世の女子全員秋田みたいな思考回路だと思ってんのお前数少ない女友達の代表例が秋田だからって変な偏見持つな。修学旅行とかもそうだけど、こういう非日常なイベントで相手との距離がぐっと縮まったりするでしょう。まあ、しかもクリスマス前の最後の大イベントみたいな感じだもんね、ハロウィンって言ったら。ここで目いっぱい男女問わずアピールすることによってクリスマスへの布石を打つというか。確かにそれはありますね。コスプレとか普段はない魅力をアピールすることもできるから、まあ、確かに気痩せするタイプとかだと制服姿でおっぱいのサイズは分かりにくいからね。現にめぐるだって散々貧乳バージンバージンうるさかったくせに、ちょっと脱げば割と普通におっぱい大きいこと判明したし、加えて派手好きな子も結構参加したんだろう。ちょっと派手だったかな。せっかくだから気合を入れたけど入れすぎちゃったかも。あ、やっぱ出てくるんだお前まさかコスプレコンテスト参加するつもりなのあのトークが出場する時点で負けゆかそ同然だぞ。でも似合ってるよ、可愛いって。そうかなありがとう。相変わらず秋田節止まんねえな似合ってるよ可愛いよ言われたいがためにわざわざ謙虚な姿勢を見せるとか、ここまで来ると清々しいね。ああして秋田さんも参加してるわけだから
お前絶対ディスってんだろ。で、先輩はコスプレコンテストの投票、もう済ませたんですか？いや、済ませたよ。さっき選択肢選んだから。まあ、厳密には今回紬ルートだから投票入れてはいないんだけどね、まだ。今は自分の舞台が優先。稲葉さんは？自分もまだですね。でも、やっぱり、ねね先輩と戸隠先輩が人気みたいですよ。そりゃそうだろうな。戸隠先輩に至ってはあの服装だ。人気が出ないわけないよ。そういう人気を抜きにしても人気ってことを言ってんだよ、めぐるは。別に瞳子が人気なのって、あの露出度の高いコスプレ衣装だからってわけじゃねえからな。サノバウィッチ。